半身、椅子が1、腰部疲労骨折。球団はプロ初勝利を挙げた11日のヤクルト9回戦、甲子園の登板時に発症したと発表。この日、兵庫県内の病院を受診した結果は明かされなかったが、腰部の疲労骨折の可能性が高い模様だ。11日は 1-1 の8回に2番手で登板。西から山田の右前だと村上の飛球で1、2塁のピンチを背負ったが、サンタナを高めの146キロ直球で1邪飛に仕留め、無失点に封じた。その裏、味方打線が勝ち越し、プロ49試合で念願の1勝目を手にした。勝利の瞬間はベンチで見届け、岡田監督とも笑顔で記念撮影。だが、すでに腰を痛めており、糸原、小畑と受ける予定だったヒーローインタビューは急遽取りやめになった。岡田監督は、登板中に、ちょっとおかしかったみたいやからな。俺も終わってから聞いたんよ。本当はヒーロー、インタビュー、やったんやろ？と厳しい表情。今後については、ちょっと休まないとあかんみたいやな、と長期離脱になる可能性を示唆した。どうすんねん。終わりやね。噂に続いて早速二人目の被害者か。次の犠牲者は誰や？やっぱキャンプ中の投げ込みノルマみたいなのあかんやろ。良い投手から潰されていく？むやみな買いまたぎやめさせろ。どんでんの中継ぎ破壊。どんでんがキャンプで酷使させる方針に切り替えた結果、わらわら。どんでんの使い捨てリリーフ起用やべえ、湯浅問い次々壊れてくな、わら。明らかに酷使されてたもんな、試合数そんなにじゃないとか擁護してるやつおるけど複数イニング多かったし。石井ちゃん投げ終えた後ぶぜんとしてたけど痛かったんやな。